アンディ一世は、フランスのカペー朝第三代国王。ロベール二世と三番目の王妃コンスタンス・ラルルの間の次男。フランス北東部、シャンパーニュ地方のランスで生まれた。1017年から1031年まで、ブルゴーニュ公となる。1027年5月14日、創生した兄ユーグに代わる不王の共同君主として、ランスのノートルダム大聖堂で、大冠式を挙行し、 その4年後の1031年に、不王の崩御により単独のフランス王に即位した。即位後も、マッテー・ロベールを支持する、母妃の反乱やブロワハクウード2世の抵抗を受け、ロベールにブルゴーニュ公を譲って、事態の収束を図った。後に、この時支援を受けたアンジューハク・ジョフロワ2世や、ノルマンディ公ギオーム2世の対等を許すこととなる。アン世は、 コンラーと二世の娘マティルデと婚約したが、マティルデは1034年に皇居した。同年のうちに、フリースラント辺境クリウドルフの娘マティルダと結婚したが、マティルダも1044年に死去した。後、1051年5月19日に、キエフ大公ヤロスラフ一世の娘アンナと再婚し、第四大国王となる、フィリップ一世、ベルマンド分けの所有具を設けた。 1060年8月4日放御し、三度に大聖堂に埋葬された。ありがとうございます。